どうも、本日はドリーマーズオンリースペシャル2015ロードトゥー武道館カムトゥギャザーにおいでいただきましてありがとうございます。ということで、私たち、結成30周年にして、初めて、地元の、ね、バンドの方にフロントアクトという形で、出演をしてもらっていただいております。ね、各地とも非常に個性的な方が多いんですけれども、今日札幌も非常に個性のある皆さんで、ノースドリームズという皆さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、ですね、皆さんは、バンドを結成されてどれくらいどれくらいの感じですか？半年ぐらいです。半年ぐらいですか？あ、半年でもあんな感じでやれちゃうという感じで、どういったここの同級生ってわけでもなさそうなんですけど、あのドラムのやってるライブバーでみんなで集まってやってます、はいはい、なるほど。じゃあドラムの方はライバーを経営されている経営者ということで、はい、そうです。経営者です。ペニーレーンの方で、あれですか、ペニーレーンの方のお店はの近くでやってるんですか？じゃあパーソンズのファンですって言ったらドリンク一杯無料みたいな。そうしましょう。そうしましょう。そういうことで、はい、人ね、マスターね、こう見えて非常にいい人ですから、なし崩し的にね、そういったことを肩にしてくれるんです。なのでぜひあのお店の方にもいらして、そんなことはどうでもいいんですけども、はい。皆さんなんかちょっとこうバラバラ感があるんですが、本当にパーソンズのファンというか、ご存知ですか？ご存知です。ご存知ですか？ゆきさん、はい、なんか話しましょうよ。あ、そうですね、はいはい、あの私も高校の時からずっと、ファンで、はい、あのベースを弾いてるってことは私のファンで、まあ、あの渡辺さんのファンでもあるし、はい、パーソンズのファンでもある。はい、ありがとうございます。はい、ね、皆さんの北海道の方はシャイな方が多いんですよね。なかなかこうね、でも本当は気持ちはあったかい人が多いということで、はい、あの娘さんは娘じゃないです。娘じゃないです。もう見ても28になってます。あ、そうなんですか。中高生ぐらいな感じですよね。違います。はい、彼氏いますか？いないです。いないですか？募集中です。はい、募集中です。ということで、今日はちょっと取り留めもなくつまらない話をしてしまってるんですけども、あのパーソンズの思いなどがあればちょっと一言語っていただけると。そうですね、あの私も今47になるんですけど、40で初めて あのバンド経験をしまして、その時に初めてやったのがパーソンズ。なるほど。いや、あのそんなね、そんなにわかでやっ始めたような感じでは全然なくて、非常に堂々とされていて、はい、あの後で多分聞かれるとびっくりされると思うんですけど、非常に堂々とされていて素晴らしい歌声で、藤田君も絶賛してました。はい、ピッチがいいと言っておりました。ということで、私がここで長々と話していてもこれ何も始まりませんので、そろそろじゃあノースドリーマーズの皆さんに一曲演奏していただこうと思います。じゃあよろしくお願いします。じゃあ皆さん、あの一曲ですけれども、盛り上がってください。よろしくお願いします。
はいはいはい、どうもありがとうございました。どうでした？楽しました？緊張しました。なんか素晴らしい、なんか北海道ならではなんかでかい感じの、はい、演奏でとても良かったと思います。ノースドリーマーズの皆さんでした。こちらを大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。はい、引き続きあの少々転換の時間をいただきましてですね、その後にパーソンズさんの演奏をお願いします。しばらくお待ちください。よろしくお願いします。